なんで俺、どうも、ギニスお願いします。今日はですね、去年の5月のコーディネート、そして6月のコーディネートを振り返ってて、今年のコーディネート役立てようのコーナー、イエーイ。ということで、早速、行ってみよう。はい、ということで本日はですね、去年の5月6月の僕の夏コーデを振り返ってって今年の夏のコーディネートに役立てようのコーナーでございます。イエーイ。ということで、まずはじめに去年僕が挙げた5月のコーディネート、そして6月のコーディネートを見ていただきます。それがこちら、そして6月のコーディネートがこちら。はい、で見ていただきました。そのように僕去年ねものすごくたくさんのねコーディネートをやってきたんですよ。でなぜ5月なのっていう話なんですけど、5月もめちゃくちゃね中には暑いものもあるけど夏コーデをねいろいろ組んでたんでね。なので5月6月から2ヶ月分の中から凝縮しまして皆さんにご紹介していきたいと思います。で中にはトレンドがこう去年のものだったりもありますので、これだったら今年はこのトレンドが生きてくるよねみたいなお話もしていければなと思います。イエイイエイ、なぜかのダブルピース、アヘアヘ。はい、ということでまず初めにご紹介するのがこちら、黒いかなり大きい T シャツを使ったコーディネートでございます。イエイ。ということで、まあ、こちらなんでご紹介させていただいたかというと、まあ今ね僕、まあ黒い、あ、ね、全然どこが黒いの、まあ白いね T シャツを着てる方、まあかなり多いと思うんですけども、時にはこういった黒い大きい T シャツもかっこいいぜっていうのを皆さんに言いたい。さらにそこに、まあ黒いねスキニーと合わせても十分かっこいいんですが、ここにほんのりブルーのスキニーデニムなんかとも合わせてもいいんじゃないかなと思います。で何より黒のねコンバース鉄板ですね。なんでまだ今その私服用の、スニーカーとか革靴持ってないんだって方は黒のねコンバースのハイカットを持ってみるのがいいのかなと思います。なのでここで言えるのが、白い T シャツだけではなくて様々なタイプの T シャツを持っていくとコーディネートの幅が広がるよっていう話でございました。そして次のコーディネートがこちら、オープンカラーシャツをタックインしたコーディネートでございます。はい、夏のファッションはマンネリ化しやすいだったりとか、あとはアイテム数が少なくなるっていうことを、ね、僕のチャンネルで言ってきてるんですが、そういった時どうすればいいかというと、着こなし方、着回し方で変化をもたらすことがめちゃくちゃ重要なんですよね。でそうした中でこういったタックインっていうのも先ねものすごくかっこいい着こなし方になります。タックインで重要なポイントとしましては、ハイウエストで締めること。どうしてもタックインすると足の短さというか足の長さがこう露呈するんですよね。少しでも長く見せるためにもハイウエストでギュッと締めて、なんならもうおへその上ぐらいで締めてあげるのが重要かなと思います。で反対にこちらウルのオープンカラーシャツを使ったコーディネートなんですが、こちら反対にダルッと出して、さらにレイヤードもダルッとたるませて、もう全体的にゆったりシルエットでこう楽しんでるパターンです。ですので正直スタイルをよく見せるっていう考え方であればあまりこうスタイルはよく見えないんですけども、トレンド的にはオーバーサイズが流行っているので、そこの部分で非常にかっこよく見えるのと、あとは上も下も大きくさせることによって雰囲気が出てくるんですよね。あと差別化が図れたりとかできるので、まあ、そういった部分で女子モテするっていうところの観点から考えると、もしかしたら遠ざかるかもしれませんが、トレンドを楽しむだったりとか、より差別化を図るっていう考え方だったら、こちらのコーディネートものすごくおすすめでございます。はい、そして次のコーディネートがこちら、黒白青を使ったシャリーフのトップスを使ったコーディネートでございます。イエーイ。ということで、でこちらのコーディネートで言えるのが、まあ、レイヤードがねすごく効いてるんですけども、今年はねラウンドカットではなくてボックスカットのレイヤードをねぜひ取り入れてほしいですね。なので今リドムからもねこうボックスカットのレイヤードタンクトップ予約受付中なんですが、ぜひね今年タンクトップ選ぶよって方はボックスカットが間違いないです。でさらにこちらのコーディネートで大事なポイントがロールアップですね。ここ見てください、ここロールアップしてるんですよ。そこが清潔感につながったりとか、あとはコーディネートで X シルエットが出来上がって、コーディネートでね全体的にまとまりがあって非常に可愛くなっていますし、さらにシルエットでねかなり特徴があるので、革靴で引き締めてあげることも重要です。ということでここまでがですね5月のコーディネートでございます。ちょっとね長くなっちゃってるんですが、次に6月のコーディネートを見ていきたいと思います。まずはじめにこちら、白 T とワイドパンツのコーディネートでございます。イエイ。ということで今たまたまなんですが、こちらのねコーディネートはドビーワイドスラックスっていう 17SS のリドムのワイドパンツ履いてて、今僕が履いてるのは2018年今年のねビエラギャバワイドスラックスを履いてます。どちらもめちゃ
ゃくちゃ履き心地いいです。こちらはすごくシンプルなんですけども、結果ランキング1位になった大変ありがたいコーディネートでございます。こちらのコーディネートは本当にオーバーサイズがトレンドだっていうところが顕著に出たコーディネートかなと思います。はい。でこちらも同様にピアスだったりというかガチャベルトつけてますが、ガチャベルトではなく今年はですねウォレットチェーンとかが、いいのかなと思います。あとはロングレザーベルトとかが、いいのかなと思います。はい。そして最後のご紹介するのがこちらモノトーンのコーディネートでございます。こちらねクロスキニーがすごく生きてるなと思いますね。でさらになんですがモノトーンでこう吸引しなきゃいけないのが、まあ、黒と白の、比率なんですね。まあ、黒すぎてもまあ全然いいんですが、やっぱり好感度があるようなコーディネートをするためには白をこうレイヤーの部分で見せてあげるとか、トートバッグでこう、まあ、白に近いこうベージュとかを足してあげることによって非常にこうモノトーンで暗くなりすぎないコーディネートが出来上がります。あとは今年もね継続してオープンカラーシャツがトレンドなんですが、オープンカラーシャツのブラックを使うことによって黒ってこう重苦しい色なんじゃないかと思うじゃないですか。し暑苦しそうだなと思うんですけども、だからこそそこにちょびっと個性が生まれてかっこよく見えますので、ぜひそこも合わせて、参考にしていただければ幸いでございます。はい。では本日は去年の5月6月のコーディネートを振り返っていって今年のコーディネートに役立てようのコーナーでございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もう皆さんがいるから僕は動画を作るし、今後も楽しく動画を作っちゃう次第でございます。少しでも今日の動画が参考になりましたらぜひ高評価そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。っていうのと今思い出したんですが、僕のウェアはですね下の概要欄から飛べますので、ぜひ、まだウェアインストールしてないよって方や、ウェアインストールしていいけど現地のことフォローしなかったって方はぜひ下の概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。では、次回の動画で、バイバイ。